皆さんこんにちは、ハヤトップチャンネルです。今回はラミネーターのご紹介です。パッケージはこんな感じになっていて、中を開けるとラミネーター本体とスライドカッター、角取り機と穴開けパンチ、お試し用の A4、A5、写真サイズのラミネートフィルムとリングが3つ、そして説明書が入っています。ちなみにこれらの道具は本体の中にすべてしまうことができるようになっているので、スマートに収納することができます。本体の使い方の説明をすると、電源コードをコンセントに差し込み、ここのボタンをタッチすると本体が起動します。モードは上のボタンで選択することができるんですが、ホットの2種類とコールドを選択することができます。ホットを設定する場合は、フィルムの厚さが80ミクロンまでであれば80ミクロンを選択し、それ以上のフィルムの厚さのものを使う場合は125ミクロンを選択してください。ランプが点滅している場合は準備中で、点滅が終わりランプが点灯したら準備完了になります。ちなみに80ミクロンのモードに関してはわずか1分程度で準備完了にすることができるので、起動してからすぐに使うことができます。ラミネーターは A4 サイズまで対応していて、ラミネートしたいものをフィルムの間に挟み込み、こちらからまっすぐ流し込むことでラミネートが自動で始まります。もしラミネートをしている最中にラミネートが詰まってしまったりした場合は、本体のここのところに ABS スイッチがあるので、スイッチを押しながらゆっくり引っ張ることでフィルムを簡単に取り出すことができるようになっています。付属のスライドカッターで余分な部分を切り落としたり、角取り機で角をこのように丸くすることができたり、穴開けパンチで穴を開けてリングにまとめることもできます。お店のメニュー作りや大切な写真などをきれいに残したい方は、ぜひ使ってみてはいかがでしょうか。はい、ということで今回はラミネーターのご紹介でした。今回ご紹介した商品は概要欄にリンクを載せておきますので、気になった方はぜひ参考にしてみてください。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。